おはようございます。 DM パチタン専属の田中逆回転です。こいつの名前募集してるので、ぜひコメント欄にて書いてください。本日8月11日、ウエスタン浦安駅前店さんにお邪魔しております。11日ということでめちゃくちゃ人多いんですよ。11なんで、いかんせん11日なんで、今日はあの人が多いということで大変な実践にはなるんですけども、頑張っていこうかなと思ってます。番組のルールはこんな感じです。操作枚がマイナス913枚、なのでなんとか今日はプラス913枚以上を目指して。なんかあるんですか、ちなみに。殺される、絶対に勝たなきゃいけないみたいなので、今日も頑張ります。ひたむき田中くん、今回の実践ホールはウエスタン浦安駅前店さんです。今日の番号は真ん中よりはいい方だと思います。ただ僕の狙い台は絆番長ゼロだったので、そこはちょっと怪しいかもしれないっていう感じなので、ちょっと他の情報も集めに聞き込みの方行ってみたいと思います。狙い台とか決められてますか？やっぱ絆番長あたりをしっかり狙って。ここでなんか積もったりとか記憶あります？やっぱ絆なんだ。朝一皆さんに伺った感じ、やっぱり番長ゼロと絆に行く方が多くて、その時点で 6.5 号機を狙っている人が多かったんですけど、全く狙い目が被ってるので28番で取れるか非常に不安です。おっしゃ、入場です。うわー、埋まってるな。おはようございます。番長行きますか、一番いいとこだし。もうね、朝一きっちり番長ゼロコーナー満台になってますね。しかももう半分以上の台が、僕まだ1ゲームも回してないのに当たってる状況なので、ちょっと追いつけるように頑張りたいと思います。行きます。番長ゼロ自体割と僕打つの久々で、ここで六角とか出したらやらせ感すごくないですか？危ない危ない危ないってなんですか。いいんですよ、出てちゃんと設定狙いしてるんで。まあでもやっぱ番長ゼロのいいところはゼロモードがあるんで、そのやっぱり初当たりリセットかかってれば早い当たりに期待できるっていうのはいいですよね。低投資から始められるんで、僕導入2周目ぐらいで番長ゼロ自信持ってやめた台から5、6角が出たよって隣で打ってたフォロワーさんに教えてもらった時があって、それからあんま打ってないんですよね。特訓いきました。ゼロモードからの特訓ですね。ボトンで対決と。マザワ縁日当たっちゃおう。はい、オッケー。この後のあのステージチェンジのビリビリしてるんで、チャンスの可能性が高いと。この番長ゼロの作る のすごい上手なところは、朝一ゼロモードで打つじゃないですか。そっからあのビリビリとか出て、あ、チャンスだ打たなきゃってなって打つじゃないですか。その後の対決負けたらもう天井近いから打たなきゃいけないですよ。永遠にやめれない台なんですよね、この台。おっと、いきなりこう設定されてたらまだ当たってもないぞ。167ゲームでなんと高設定資産、あれあんま出ないですからね、ちなみに。いや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 悪いな。これパチタウンで放送するでも聞いてますよ。待って、ゼロモードループしてんな。相当高設定の可能性がアップしてますいや、やっぱ僕パチスロ上手いかもしれんな、マジで。いや、言ってたもんな、みんな番長ゼロと絆がおすすめですよって。もう
常連さんみんな言ってたもんな、よかった。え、もうほぼ構成ですよ、こんなん構成テスト出てますし、やりました。もうあと出して帰ればいいだけです。あー、ちょっと気をつけます。ありがとうございます。出てたら言ってください。あ、なるほど、まっすぐ叩きますね。悪口じゃないですか、最後着地が。後ろはもう早くもホッパーエラーしてますよ。はえー、まあ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 、こっからですから。あの犬屋さんの回も後半でしたからね、結局。レヒャックの煽りでメケベーゴマ。はい、よーし、ベッド特訓です。いや、2回目のゼロモードはさすがに外さないですよ、高設定ならなおさら。あー、10トンまでいった。もうこれは当たりです、大丈夫です、見ててください。マジっすか、お隣さんが直撃したって教えてくれましたよ。全体的に良さそうって言ってくれたんで。やばい、一個もチャンスアップないけど、よしよし、やってるわ。めっちゃ出とる。え、当たってないの僕だけじゃないですか。下向きに頑張っていこうかなと。チャンス、ほら全長来ましたよ、下向きになったら。これは特訓いきそうな。はい、お、これはとりあえず特訓はいきますし、なおかつ当たりそう。特訓と、3周期目ですね。ゼロモード、ゼロモードといって、その次の3周期目。ほら、10トンまで来ました。よーし、 OK、 大丈夫、ありがとう。大丈夫です、大丈夫です。はい、とどろき、 OK、 ありがとう。ボーナスですと。OK、 赤ななですね。411ゲームで投資が13本です。とりあえずとどろきからいきますか。え、今動きませんでした？ってことは、これはチャンス目？まだ3ゲームしか使ってないで、これは大チャンス。お、こんなん絶対強いわ。初めて見ましたもん、だって。弁当か？弁当なんだ。おお、まあまあ赤までいってるんで、めちゃくちゃ強いっすわ、こんなん間違いなく。うわ、ここでやりたい放題。はい、ありがとうございます。レインボーまで。じゃあ一角出しちゃ、いや普通に捉えましょう。 OK、 いただきロードいただきました、一発目から。1回目のボーナスは終了画面はデフォルトと。1個はいただきチャージもらえるので、
お、いきなりでかい。危なかった。中取るの、やり方を見せろ。お、当たった。弁当からなんでチャージのレベルが2以上と。大事にいきましょう、大事に。あー上手、素晴らしい。まず1個。いやー2セットか。初回は2セット終了と。はい、こう。もうお隣さんだったら早くもはっ。お、え、ま、え、あ、え、え、僕以外のこっち側の島、マジか。ゼロ揃いから。え、即煽りとかあんの？あ、ない。お、ゼロ畑に行った。赤まで行かんとな。行っちゃえ。お、行った。あのボーナスのステージなんですけど、そこの上位に行ったので熱いと。あー黒ナビ。はい上手。緑まで行く。強い。懐かしいですね、番長2とかの。で対決と。まあきっと大丈夫でしょう。はい来た。番長メガマとボーナスいただいたでしょう。はい、ありがとうございます。ナイスボーナス。いやそっちか。まあまあ上がらないと。ホールド緑まで取りましたと。こういうところでちゃんと引ける人が強いよ。うわーうまい。ホールド中です。あ、よーし、OK。プッシュして。いただきチャージと。スルー。うわー、いいナビ。あ、当たった。ちなみにこれ揃えないと、揃えるまでいただきたいじゃなくてくれないんで、ちゃんと揃えてください。いただきたい。3回目。2連続する。よし、あったろ。おー中ぐらいから始まった。おーいった、ナイス。いただきチャージ4回目。よいよ。 OK、 久々に継続確定。おっと2個目。はい OK、 2個目。ここでちゃんと鉄拳制裁したい。したいじゃない。しないと番長での伸びないんで。
いやサンセット、それは言わない約束よ、それは言わない約束よ、かそうそう、まあ3セットで475までいってるんでね、それでゼロがたけと、ゼロがたけ、やばい白から番長ゼロってこういう台ですよね、この気づいたら気づいたら500枚出ちゃうっていう、うわーオッケー、これで黄色だ、全然見てないのやめてください、それ当たってそうですね、やった、大チャンスということでね、お盛りだくさん、ありがとうございます、レギュラーだったら握りつぶすと、この AT 中の7揃い取れるかめっちゃ大事なんで、意外と番長ゼロめっちゃ大事なとこ多いですね、お黒ナビ、おーもう一回ゼロ揃いと、うわ上手、めっちゃ、お右中左、あー来た、素晴らしいことになってます、あと1個でレインボーです、ボーナスやってます、はいありがとうございます、これでレインボーと、ここで AT 中のビッグボーナスが1獲得、ナイスト、2はやればできる、ストック持ってる状態なんでね、これはあの今のところ前代の可能性がかなり高いなっていう感じがしますよね、明らかに挙動が強すぎますよね、うわーホールド中だ、めちゃくちゃ上手、スルー、そんなこと言ってらっしゃい、気をつけてください、ビッグ引いてください、ビッグビッグビッグ、めちゃくちゃレギュラーだな、でこれストック分が出てきますよと、危なかった、 OK、またスルーだ、それは言わない約束よ、左右なんか、なんか左右、終わっちゃうぞ、なんか左危なかったぜ、なんか右左、ちょうど800枚で初回の AT 終了しました、プラスに転じたところでちょうどですね、カルタならワンチャンス、全然攻め、おメイドインジャパンは高品質、はいやった、チャンスモードから特訓1で当たりました、247ゲームの投資が16本です、おっしオッケー、青がいいな、あ
そばがきでいきましょう。よーし、ゼロゾロイ。うまいうまい、いけるいける、これはいけるぞ。うまい、よし、お、よし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 、いやー、レインボーまではいかないか、レインボーまではいかず、赤でパンダ狩りです。白黒つけるぜ。はい、ここ伸ばそう。いただきロード獲得です。赤 BB 終了です。高設定した弱、出ないよりいいですから。でもここの初回のチャージで鉄拳持ってきましょう。ゼロゾロイ、おお、ここでいただきチャージ、色は青、ここ伸ばしどころ、いやー、ナイスゼロゾロイ。まずは継続2セット目。なくはないよ。リセット、やればできるって言われてるね。いや、まだまだ A 手を渡るわけじゃないですから。お、チャンス目がいい。いやいやいや、あるよ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 、ある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 。いや、それは引きましたもんね、弁当。いや、まだゼロ畑が271枚で今日2回目の AT 終了です。すごい1トン8点ノリマロのカルタと、お、ワンチャンスワンチャンス、サンバビーバーサンバ、おっと直撃まで見えてきたな。おっと、どこまで行くかになります。まずここはこえビーバービーバー、ここも越える越えないと。サンバパパやっぱすごいですね。これはバーはないんでズルンパターンですね。あれ、青7まで上がるパターン、やった、今日初の青7です。ゼロモードからたどらたどら、東芝変わらずです。124ゲーム青7でございます。はしゃぎすぎました、もしかして。もう来た、ここでゼロゾロイ2連続で熱海まで行きましたと。
ラストだよ。オッケー。ピーマン。ザンバ。よーし、いただきロード確定です。ここでチェリーをさらに重ねると。いただきロードです。今日3回目。ゼロドライ。初回のチャージで鉄拳まで行きましょう、とりあえず。いった。色は青。行きます。よし。行ったでしょう。OK。継続。こっからあと2回ゼロ呪いを揃えるだけでいいんだ。それは言わない約束よ。2セットでいただきチャージが終了です。これで取ろう。ゼロ揃いだよ。よし、オッケー。2回目1セット、ファイト。もう1回やり直しましょう。もう1回やり直しましょう。裏チャンス目。よし、3回目。またスルーか。よし、ジャック。よし、上がったよ。いやー厳しいか。ゼロ揃い。違う。いった。よーし。4回目。またスルー。376枚でファイト。頼むよ。伸ばすチャンスを。443枚。まだゼロがたけあるよ。よしよしよし、ここで戻せば OK。 はい、ここで3番。いやー、よしよしよし、あと2個いこう。赤までいこう。うまい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 、これはうまい。チャンス目がいいな、チャンス目がいい。 OK、 1個上がった。緑で8点と。サンバ来て、サンバ頼む、サンバ。あー、ローラースケートか。めちゃくちゃ熱いな。サンバじゃなかったですけど、めちゃくちゃ熱いんで大丈夫なはず。1、2、2人。よーし、ナイス3番。いやー、経験一発のとこからボーナスで引き戻しです。いやー、さすがですね、サンバは。いやー、これだいぶサンバですよ。ひたむきサンバ隊の緑まで、ね、行って戻すぞ。まだ首の皮一枚繋がった。ホールド中に引いちゃおう。500枚突破です。よーし、行った。ホールド中なんで
もう大丈夫だと。おっと色もついてると。チャンス。伸ばすならここだ。1セット。ファイト。下向きに行きましょう。586枚でなんとか586枚で AT 終了です。番長ゼロコーナーが右から大当たり回数が22、35、41、34で僕が20、後ろが44、34、25、26、やっぱ強いっすよね。チャンス目、もう一個チャンス目。いやもうこれで何にしろ早いこと溜まったんで、あとは刺すだけですよ。やば、ベッド特訓ここです。勝負は今日のラストチャンス、ここで5トンで対決。ミキじゃなければもう当たりなんですけど、まあメキが出てきちゃうよな。チャンスアップ次第です。 OK、 いけるいけるよ、全然可能性ある、可能性ある。押してて、いけるいける、よーし。もうレギュラーは無理、レギュラーは無理。よし、青でいいよ、青で轟きでいきましょう。ここで入れて1500枚。大丈夫か。あー強そう。頼む。え、4以上出ましたけど、ただ AT には入らなかったです。実戦終了です。実戦の方終了いたしました。4以上だったんですけどね。まあね、店内状況はやっぱすごく良かったのでちょっと回ってきました。まあ、そちらの状況を見てください。こちらです。はい、こちらが最近力を入れられていると噂の二大島コーナーなんですが、その中でも今日気になるのはこちらのスラインズゲート。ありがとうございます。グラフ出していただいて、かなり初当たり軽く出ていまして、なおかつ2台並びで出ております。続いてこちらも二大島の最新台フェアリーテールになります。さっき聞いた感じだと、まあ、仕頃はあるだろうし、その二大島の当たりは今日は下げとこのフェアリーテールだろうと。まだまだあるので引き続き見ていきましょう。こちら朝一注目している方が多かった絆通コーナーなんですが、今日もしっかりと当たりがあったように思いました。まずこちらの角台ですね。角はおそらく両方当たりとなってまして、こちらの台も間違いない挙動しておりました。角以外も本日当たりしっかりとありましたね。こちらの奥の台2台とも朝から人変わらずにご遊戯されておりました。続いて注目のジャグラーコーナー行ってみたいと思います。見てください、まずこの稼働率ですね。終日このぐらいの稼働が続いているので、間違いなく遊びやすく勝ちやすいようなベースになっていると思います。特にベース高いのが
マイジャグラー5コーナーでして、まあ、例えばこの辺の台もガスさんもしっかりと高設定域で動いておりますね。かなり別積み目立つ中なんですが、そんな中で番長とのコーナーがこちらになります。まずですね、僕が打っていた後ろの台ずっとかなり盛り上がっていた台なんですが、2箱2箱1箱とちゃんと箱使ってますね。僕が打ってた台がこちらの角台になりますね。まあ当たってることは置いといて購入者の方に出していただきたいなというところではあるんですけども、それ以降もこんな感じできっちり箱使ってて、皆さん直撃も確認できてますし、ちょうど抜群なので、少なく見積もっても番長ゼロ2分1で4頃もしくは全台4頃まであるんじゃないかなと。一番の目玉消しはこちらの番長ゼロだったんじゃないかなと思いました。という感じだったんですけれども、大選択は間違ってなかったです。だって積もってるし確かに確定出た後文字打てましたよね。これで3回の総収支がマイナス1477枚。今日はですね、途中まで何も学びないなと思ってたんですけど、すごい急に陽気な音楽流れた時間あったじゃないですか。でなんかお姉さん方が来て、あそこからやっぱ元気と明るさを学びましたね。あれをやれれば僕もやっぱり一流に近づくんじゃないかなと低いテンションで言っております。僕次来る時にはあそこの一員として、はい、皆さんの応援に次は来ますので、ぜひともその際も会いに来てくださったらなと思います。次も会ったら見てください。